のネギマヨです。それでは今回は私が昨日大量に昨日5着服を買ってきたので、そちらを紹介していきたいと思います。全部すごい安いんですよ。まず1着目こちらです。はい、こういう感じの服です。これ今インしてないんですけど、この裾の部分がちょっとゴムになってるので中側に入れてここで潜ってます。で、袖のところも少し長めに作られてて、ここがモコっていう感じになります。すごい。で、これ今回は私はミオのブラザカンのところで購入してきました。これが1990円です。めっちゃ安い。なんかもともとは3980円だったんですけど、なんか値下げされてました。お買い得です。次2点目、はい、こういう感じです。もう足首まで隠れてるスカートです。タイトっぽくなってて、いやタイトではないか、いやタイトか、ちょっとソファーに乗ってるけど、こういう感じです。このスカートがお値段が2490円。これも 50% オフになってて、元が4980円でした。で、このスカートのお店が大阪阿倍野のキューズモールの中にあるところで買ったんですけど、これ他全国的にあるんですかね。なんか前髪今日ちらつく。はい、次3点目、こちらです。羽織るやつ、羽織るってかコートかな。はい、こういう感じになってます。なんかスポーティーなものと合わせる方が可愛いかもしれへんかな。丈的にはちょうど後ろがお尻隠れるぐらい。このコートのお値段が着られててないんですけど、これが3320円かなでした。すごい安くないですか。これで上に着るコート系のものとかはもう今年買わないかなって思ってたんですけど、安くて思わず買っちゃいました。でも他にもね、ちょっと欲しいコートがあるんで、もしかしたら自分にクリスマスプレゼントとして買うかもしれないです。はい、次4点目、こちらです。これはちょっとスポーティーっぽい感じかな。左部分にちょっとこういう風に文字が入ってて、右部分はこういう無地になってます。で、これなら家の中でスウェットとしても着れるし、スキニー下履いて外にちょっと出かけるのでも全然いけるかなと思って買ってきました。で、これも値段切られてるんですけど1900円だったと思います。はい、そして5点目ラストがこちらです。これも袖がぶわってなります。こういう感じであんまり持ってなかったから多分欲しかったんでしょうね。私すごい女の子らしい感じ。首元がこれちょっと開くのかな。私こうタートルネックみたいに首が詰まってるものがすごい似合わなくて、だから開いたものを今後ちゃんと買っていこうと思います。で、一番今欲しいのこのあれなんですよ。丸いリング状の照明、 Amazon で探してるんですけど、あんまりどれがいいのかわからないんで電気屋さんに探しに行きます。はい、というわけで今回私が5着買ってきた服の紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイドー。